はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はこちらスズキのスペーシアご紹介してまいりたいと思います。6年ぶりのフルモデルチェンジということでですね、結構いろいろ変わってるんですよね。でもこのスペーシアのノーマルグレードの方はちょっとルックス的にはキープコンセプトかなというような感じです。まあそれだけベースグレード、このルックスがですね人気があったということでもありますし、もう本当にですね中身が大進化しているので、この辺はですね追ってご紹介していきたいと思います。今日は内外装を使い勝手お届けしますね。それでは今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではですねエクステリアからご紹介していきたいと思います。まあ、冒頭にも申し上げましたけれども、このスペーシアに関してはですね、キープコンセプトの感じになりましたけれども、全然変わったところがですね実はコンセプトなんですよね。ちょっとフロントフェイスの方から追ってご説明していきたいと思います。はい、まずこのライト周りなんですけれども、丸みのある優しい表情はスペーシアの先代モデルからのコンセプトを強く引き継いだところかなと思いますが、フル LED になりましたということでですね、結構キラキラで可愛いです。はい、最近ですねこういうこうバンパー形状であるとかルクスのところにですね外反色を多く持ってきて、このメタルパーツっていうのを少なくするっていうのカーデザインの手法が特にこの軽ハイトワゴン系ではですね流行になりつつありましたけれども、スズキのこのスペーシアに関しては割とカスタムでなくてもこのスペーシアもキラッとしたねこのメタルっていうのを強く持ってきてます。それとフル LD が合わさったことによってライトが割とくっきりともう少女漫画みたいに光って目が光ってるんですよね。はい、中見ていただくとこんな風にですね結構大きくてしっかりとですね光量も担保されているようなそんなイメージを受けます。さあ、そしてですねブランドのエコポレートのですねエンブレムの横にもですねしっかりとメタルパーツを作っていて、ここも高級感を表しているところですよね。はい、下のインテークのところなんですけれども、先代モデルってここなんかちょっと浮いたみたいな感じで、その外反色が真ん中に入ってたみたいな感じだったと思うんですけれども、それがこう連続的になりましたということでですね、この、まあ、バンパーのところというかね、エンブレムのところと下のですねこのインテークのところが3分割になっていて、割とですね大きな前面投影面積なんですけれども、いろんな手法を使っているなという印象を受けます。はい、このちっちゃいボンネットとても可愛いですよね。でもこの前があることによってキャラ的にもですね非常にこう見た目に優しい街に馴染むようなポップさというのを表しているかなと思います。はい、このフロントウィンドウなんですけれども、こうやって横から見てみると非常に高く切り立っていて、非常にですね箱型のボディっていうのをですね強く表しているかなと思います。横から見るとこっちの方面、上下方面にもそうなんですけども、横もすごく強く傾斜していてですね、まるでバルーンのように室内空間からこう空気がね入り込んで風船膨らんだみたいな感じで、こう綺麗な曲面ガラスが使われています。さあ、そしてやはりここのウィンドウなんですけれども、この A ピラーから後ろのですねこの3つ目のウィンドウが入ることによって、ここすごく視認性効果的なんですよね。でこの A ピラーもめちゃくちゃ細い、これすごく細くすることにこだわったんだそうです。もちろん視認性のためなんですけれども、これで死角がだいぶないということで運転もしやすいんじゃないかなと思います。はい、そしてサイドビューです。サイドビューなんですけれども、横から見るとまあこれねフロントからずっとこういう切り込みが入ってるんですけれども、実はですね横から見るとさらにキャラクターライン、このビードのラインがですね3つ大きなこう凸面になって、サイドビューのですねそのデザインを非常に強くアピールするんですけれども、これコンテナをイメージしたんだそうです。はい、コンテナっていうのはあのね荷物を運ぶコンテナのことなんですけれども、本当にですねこのコンテナっぽい感じの線が入っていて、今日特にねすごく天気がいいので、この立体感っていうのがすごく強く出てて、ちょっとですね立体的なことによって道具感とかアクティブな感じっていうのも表していて、ただ優しいだけじゃないよみたいなカーデザインになってるの面白いと思います。さらにですねすっごい可愛いんですけれども、今回はですねルーフカラーホワイトのものをご用意いただきました。このツートーンカラーのバージョンなんですけれども、なんと4色もあるということでですね、ボディカラーの展開も非常に豊かですので、これも自分だけの1台を探せるんじゃないかなという感じもします。はい、そしてスペーシアといえばやっぱりこれなんですけれども、はい、電動スライドドアになっていて乗り込みがすごくイージーです。はい、こんな感じでですね非常に低床になっていて、このフロアもフラットなので、小さなお子さんでも気軽にですね簡単に乗り込めるんじゃないかなと思いますし、またこれこのグリップなんですけれども、 B ピラーにですね直付けになってます。だからすっごい頑丈、もうびくともしない。でこれねすごくあると便利なんですけれども、もちろん小さなお子さんもそうですし、お年寄りなんかにもね乗降の際に心強いですね味方になってくれると思います。はい、ちなみにですねこの開口部なんですけれども、上下高はこれぐらい、そして
この左右の開口部はこれぐらいということでですね、割と、はい、私が身長162センチ横に立ってもですね、少しかがめればすぐ乗り込めるみたいな感じのですね、すごくいいサイズ感になってますので、背の低めのですね、小学生ぐらいのお子様であればもうかがむことなくそのままスルーで乗っちゃえるんじゃないかなという感じも良さげなところですよね。でガチャってやらなくてもこのボタンで閉じるっていうのもエレガントでいいと思います。そしてこの前のドアもですね、結構しっかりと90度のままではいかないですけれどもしっかり開きますので、こちらもですね、乗降性非常にいいです。さあそれではリアビューです。リアもですね、コンテナらしさっていうのをですね、しっかりと表しているかなというふうに思います。実はですね、ボディサイズ的には先代と全く変更がないんですけれども、中が少し広くなってるんですよね。でそれを感じさせない、まあだから先代と使い勝手は一緒なんですけれども、こう中の使い勝手が良くなったよというのが今回の売りなので、まあ、ボディサイズ的にはあまり変わりはないんですけれども、この辺がですね、すごくクリアな感じのライトになっていて、まあライトものっていうのはね、その台を追うごとに良くなっているところが一番こう顕著に出てくるところかなというふうにも思います。あとこのロゴがすごい可愛いんですよ。でこれはですね、こうタグ、荷物のタグみたいなイメージをしてあって、こう中抜きしてあるんですよね。だからボディカラーが透けて見えてる、中のが見えてるっていう。あとですね、こういうビスみたいな形状を作ることによって、ちょっとですね、メカっぽさというかかっこよさみたいな感じのね、道具っぽさっていうのを表してて、すごくそういうところも個性的だなと思いました。さあそれではラゲッジルーム行ってみましょう。どこだどこだ、あここですね、ちょっと右側にありました。あ、ちゃんとここにつぶつぶがあって、ここにあるよっていうのをですね、ちゃんと教えてくれてます。ナンバーのですね、右端ぐらいにあります。はい、さあというわけで全然ないですもうマジでスペース的にはもうこんなもんです。私のお尻がもう入って、もう背中でこう押されちゃうぐらいの、すごく少ないスペースなんですけれども、アレンジですよ。シートのこの肩のところにレバーがあって、おお、だいぶダウンもする。すごい、めちゃくちゃフラット、めっちゃでっかくなった。はい、こんな感じでですね、前の座席ギリギリまでこうシートをですね、伸ばすことができるので、結構ですね、大物のこう、だからこの隙間を埋めちゃえるんですよね。だからこの隙間を生かしてもいいし、埋めちゃってもいい。でこれすることによってかなり大きな荷物まで搭載できるんじゃないかと。しかもですね、これがすごいいい仕事をしていて、この蓋があることでこの中の内臓部分が見えず、物も下に落ちないっていうね、気遣いもちゃんとされてます。このシートのアレンジ自体はこの肩のレバーでできるんですけれども、結構ね、重りのあるシートになってます。でこのレバー自体も決して柔らかくはない、まあ、その分誤操作はないかなっていう感じはしますけれども、そんなにこう柔らかいものではないので、ちょっと爪とかね、気をつけていただけたらとも思います。でこれを倒すと見ててね、だいぶダウンするから、こんな風にですね、座面が下に下がりますので、なるべくフラットな、ね、荷室ができるというような感じも魅力かなと思います。はい、それではインテリア行きたいと思います。さあというわけでですね、まあ非常にドアの開口部が大きいですよね。でこれでめちゃくちゃ乗り込みやすいというですね、まあ視覚的な効果もありますよね。でこの辺もすごくフラットでですね、やっぱりこうサイドシェルもこのここですね、乗り込みのところも浅いので、割とこうパッとですね、気軽に、まあ本当シームレスに乗り込めるという感じの利点もあると思います。それから今回ですね、このスペーシアに関しては、ここにですね、まあ樹脂ではあるんですけれども、ちょっとこうレザーっぽい質感を持たせたカフェラテ色を採用してます。でここはコーヒー色になっていて、なんかなんとなくティータイムを思わせるような感じなんですけれども、2色使ってあることによってですね、まあ、非常にこう見た目に高級感があるというようなドアパネルになっています。で多分ここ持っても閉めれるみたいなね、このユニバーサルデザイン的なところもあるんだと思います。はい、でこの中はですね、シートツートンカラーになっててとっても可愛いです。まあ、室内空間のためにですね、ためか非常にですね、ヘッドレストは薄いですけれども大型になっていてですね、使い勝手はすごく良さそうです。またこのジャガード折りみたいな、すごくね、凝った生地の織りによって、ここもですね、高級感を漂わせているところだと思います。あと床はフルフラットになっていて、横もちょっとベンチシートみたいになっているので、とってもここもですね、視覚的に広がりがありますよね。実際乗ってみるとすごい広いんですけど、あとこのようにこのニーレストがあるんですけれども、中にちゃんと小物入れも仕込まれているっていうね、こういう気遣いもあります。さあ実際に乗ってみました。乗ってみるとですね、まあ、直線基調でですね、ここもシンプルかつですね、気遣いがたくさん散りばめられているというようなコックピットになっております。それではスターターオンにしますね。ここにあります。はい、
い、という感じでですね、ここもですね液晶になっていて、またほらほらなんかね、ナビもすごく今回いいんですけれども、このように周りにちゃんと確認してくださいよっていうのと同時にですね、周り何もないよっていうのをこう画像でも見せてくれるというようなものになっております。それから、画面はナビと、それから、平均燃費であったりとか、時計ですね、それからここにオーディオ系が表示されたりとかして、こういうところもですね情報が3つになっていて分かりやすいのと、はい、こうやって押すと機能が拡大されるというような非常に使いやすいものでもあります。でこの辺は自分がお好きなようにですね、変えていただけ、ショートカット設定というのがあるので変えていただけたらとも思います。でここの四角を押すと戻るというような感じですね。でも非常に大きいので、そもそもこう見た目にリッチ、高級感があるというところも今回の新型スペーシアの魅力かなと思います。でビュースイッチがあって、これもさっきのねカメラ映像がいつでも呼び出せるよというような感じでございます。おお、しかも拡大版もあるんだ。すごいすごい。マクロにもできるのね。すごいですね。やっぱりね車両大きいのでちょっと怖いなという人も、これでまあね全部これを信じちゃいけないですけれども、これで一つの目安にはできるというようなメリットはあるかなと思います。この辺のですねステアリングスイッチですね、でこの辺は今回エイダスが本当にすごく進化しているので、これは走行編でもお話ししていこうかなと思ってますけれども、そのエイダス系のステアリングスイッチがここに入りました。それからここにはエンタメ系のスイッチが入っているという、はい、そして真ん中にはですね、この前にはいろんな情報 ADAS と、それからエネルギーフローみたいなのを選べたりもするんですが、ここもこれで選べるのかな、あ、こんな風に情報をですねステアリングスイッチでいろいろと選んでいけるというのも分かりやすいかなというふうに思います。この辺で注目ポイントはですね、ここですね、はい、パーキングブレーキが電動になりました。これによってですね、今回 ADAS がかなりね進化したということもあるんですけれども、その ADAS の進化がここに出てくるかなと思うんですが、時速0キロまで全車に追従するアダプティブクルーズコントロールが機能するということもここで分かります。ただ、輸入車とかでよくあるみたいにですね、アクセルペダルをポーンって踏んだらこう勝手にリリースされるという機能はないので、いちいちですね手でブレーキのリリースを行っていただくという作業は必要なので、ここはですね気をつけてください。あとブレーキのホールドもつきましたので、例えば信号待ちの時に1回ブレーキしといて、これでホールドにしとけば、そのブレーキ状態をホールドしてくれるという機能もあります。ダッシュボードについているというものなので、足元はすごい広々です。でスティック式でもガコッと引き下げるものなんですけれども、操作のミスがない、使いやすいものかなと思います。それから USB がここにありますね。でハザードもここにある。で、空調系もここにあるということで、見ていただいてわかるかと思うんですけれども、ドライバーからですねパッパッとこうね、あんまり移動なく操作できる、操作系が本当にコンパクトに集約されたというのが今回のコックピットの考え方です。で、そうそう言うの忘れてたけど、今回ですねこのグレードにはついてないんですけれども、なんとステアリングヒーターを選べるグレードもあるということで、すごい嬉しいですよね。でシートヒーターもちゃんとついているということで、空間大きい車はね冷えるので、こういうのがあるとすごく嬉しいかなと思います。それから先代から大きく変わったところはですね、実はここで、これ実は前のモデルはですねガチャって上に開ける蓋付きのコンパートメントがついてたんですけれども、今回新型はですねオープントレイになりました。というわけでカジュアルにですねこうポイポイと物を置いて使えるみたいな感じの使い勝手になったんですね。でこれは実はですねコロナによってですね、ドライブスルーとか、あとテイクアウト文化が発達したことにより、車でご飯食べる人がすごい増えたんですって。で、ここに例えばサンドイッチ置いて、車止めてですね、ご飯したりとか、そういうことできるように、ここをですね、あえてオープンスペースにしたっていうこともおっしゃってました。はい、そして、グローブボックスは普通にありますね。なんですけど、ここ気になるでしょ？これ。何かなと思うと、じゃん。なんとここにボックスティッシュがそのまま入ります。だからボックスティッシュがあって、はい、こちらドリンクホルダーなんですけれども、ドリンクを置いて、ここにサンドイッチを置いて、もしくはお弁当を置いて、ここの例えばティッシュとかでシュッと引き出して口拭けるみたいな、すごいねいい機能がここについてるんです。もうこれこそザ日本車の粋みたいな、日本車の極みみたいな感じで、こういう気遣いはやっぱりねさすがという感じがしますよね。でちょっとここもですね大理石調みたいになっていて、すごく綺麗です。あと、はい、ガジェットの充電もですね、あ、 C と A と両方ついているね、これもすごくいいんじゃないかなと思いました。続きまして後部座席でございます。先ほどちらっとご紹介しましたけれども、広さはさっきのをですね参照していただくにして、今回すごいのがこれですよ。これ
はい、今回これが肝なんですけれども、実はですね、このここのスイッチを押すとこれこう前に出てきます。でこうすることによって座面が長くなるので、こういうふうにですね、フットレストとしてフットのサポートをしてくれる機能として、このこれを使えるんですよね。膝用枕っていう感じですよね。であともう一つのモードは、でこれをちょっとこう上げていくと、はい、このようにですね、オットマン的にも使えるというような使い勝手が2つ目。そしてもう一つが、これをこうするとなんと、はい、荷物がですね、ずり落ちないためのストッパーみたいになるんですって。だから今私はリュックを、自分の、ね、リュックを入れましたけれども、これすごくいいのが、ここ買い物カゴ、買い物カゴそのまま入れれるサイズなんですって、スーパーの。でそれでこう前に滑り落ちないようにできるよっていう3つの使い勝手があります。まあこれこそがですね、こうスズキ初採用の技術となっておりますので、まあこういうところってね、あんまりこう後部座席をこんな感じで使える機能って他の軽ハイト系見たことがないので、すごくよく工夫されたのかなという感じがします。もちろんテーブルもあるので、オットマンにしてくつろいで、ちょっとね屋外カフェみたいな感じでお茶するみたいなのもすごくいいかもしれないです。はい、そして改めて実際に乗ってみると、はい、こんな感じです。すごい広い。今回ですね、ちょっとさっき言い忘れたんですけれども、全席のヘッドスペースが先代よりも大きくなってるんですね。なのでこっから見るとすんごい開放感です。めちゃめちゃすごい広いっていう感じがします。で実際ですね、シートベルトしてみてもかなりゆったりしてます。まあ個人的にはですね、この膝のこれが、まあ、あるのとないのでちょっと賛否が分かれそうだなというふうには思います。これがある分ですね、少しニースペースっていうか、このふくらはぎを少し押すんですよね。なのでこれはちょっと好き嫌いが分かれそうだな、体型を選ぶかなっていう感じもするので、まあ、この辺はですね、まあ、一番最初の初期導入モデルなので、まあ、今後こう改善とかもあるのかなというような感じもしました。さあ、そしてスズキの軽自動車といえばこれですよ。これサーキュレーター、エアコンじゃないんですね。前の空気をここに内蔵した扇風機というか、サーキュレーターによって後ろにも流してくれるという機能がついてます。これによって燃費は犠牲にしないのに、これでちょっとね変えたりできるんですけど、微調整できたりするんですけど、燃費は犠牲にしないのに前の冷たい空気もしくは暖かい空気を後ろにまで効率的に流すみたいな、すごくいい省エネアイデアも使われているので、ここも注目ですよね。はい、というわけで今日はこちらスズキのスペーシアご紹介してまいりました。次回はですね、この NA グレードの方の一般道市場をお届けしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井裕樹でした。バイバイ。